万の州高架橋新交通システムの高架高架橋は地上に連続して架けられた橋のことである。単に高架とも。高架橋は独立した鉄道や道路の交通網を作る上で建設されることが多く、特に高速鉄道や高速道路といった高い速度を求める場合に多く用いられる。地上よりも高い位置にあるという点では、森土方式も高架であると言えるが、橋ではないため、 高架橋とは呼ばない。また、独立した交通網という観点では、地下方式が挙げられ、たびたび高架方式と比較される。高架橋の構造は、通常の橋とは特に違いはなく、地上にかかっているという点を除けば、河川を横断する橋などと同じである。しかし地上にかけるという特性上、設計や建設が要因になり、河川を横断する場合に比べ安価に建設することが、 できることが多い。高架橋には単純な構造で安く作ることができる桁橋が多く見られる。高架橋は水道橋が起源であったとされているが、交通手段として利用され始めたのは鉄道に由来するところが大きい。高架の路線は鉄道が誕生した頃には存在しなかった概念であったが、人口密集地への鉄道の布設が行われる際、 地上への線路の布設は極めて不利な条件であったため、高架化させることが考えられた。このことから20世紀前半には、ヨーロッパの主要都市へ路線を通す際、地下鉄道の選択肢のほかに、高架鉄道という選択肢も加わった。しかし、初期の高架橋は、線路幅とほぼ変わらない幅であったため、風に非常に弱かった。特に木製の高架橋は火災にも弱く、 焼け落ちるたびに長期の休業が強いられた。その反省から燃えない素材での高架橋建設が一般的となり、レンガや鉄骨で高架橋が作られた。また20世紀には新たな建築素材として鋼やコンクリートが利用され始めたことから、これらも積極的に使用されており、現代ではほとんどこのどちらかである。コンクリート製のものは中に鉄筋が組み込まれた。 鉄筋コンクリートのものが多い。なお、コンクリート製の高架橋は、鉄骨の高架橋に見られる騒音の発生が極めて少ないため、モノレールの軌道はコンクリートが多く、また高速交通にも多く用いられる。道路としての高架橋の利用は、高速道路の建設が盛んになってからである。日本では、ガード下とも呼ばれる。線路や道路を高架橋で建設。 回収した場合、その下と地面の間に空間ができる。土地が不足気味な都市部において、こうした空間は、古くから店舗や住宅、倉庫、交差する道路などに活用されている。鉄道事業者や道路管理会社、またはそれらから委託を受けた不動産会社などの事業者がテナントを募集して、賃貸することが多い。東京高速道路のように、 高架下に入る店舗から得る賃料で、高架上にある高速道路の運営費用を賄うという事業者もある。鉄道事業者にとっても、高架下の活用は大きな収益源であり、保育所のような公共的施設が入ることもあり、町づくりへの影響も大きい。兵庫県神戸市の元町高架通り商店街や、千葉市の千葉駅本千葉駅間のように、大都市中心部にある、 隣接駅間高架下の大半が一面なりの商店街やショッピングセンターとなっている例もある。こうした鉄道高架下店舗は買い物や居酒屋など飲食の場として親しまれる一方、暗い、うるさいという印象も強かった。鉄道各社は線路下の天井をガラス張りにするなど明るく開放的な雰囲気の商業解説も行っている。 高架下商業施設に統一ブランドを導入する鉄道会社もある。東日本旅客鉄道は中央本線の東京都内多摩地区における連続立体交差事業で生じた高架下空間に商業施設ののアを展開。東急電鉄は2016年以降、駅路線名高架下という名称の中目黒高架下、池上線五反田高架下という商業施設を 相次ぎ展開している。日本で初めて高架下2店舗を構えられる設計で誕生した高架橋は1910年に国鉄有楽町駅から新橋駅まで建設された第一有楽町稼働橋で設計をルムシテル工事監督をパルツェルという二人のドイツ人が担当した。その店舗の一つおでんや岩崎は1920年に 浅草で開業していた岩崎善衛門が関東大震災で焼け出された後、権利金のいらないガード下に目をつけて移転し、深夜まで安く食事ができる店として繁盛した。東京府がガード下も家屋とみなして家屋税を付加した際には、不知事を相手取って行政訴訟を起こしたが敗訴した。岩崎は店内に働かざる者はクーベからずの張り紙をするなど、 変わり者店主として知られ、1923年の、僕列事件の際には、金子文子の弁護を、山崎けさやに頼みに行ったり、1932年の、天業界独立青年者事件の際には、知人であった、小玉義雄、自身の愛人が経営する千葉の中山町北家京寺内岸も人経大の、老人養護施設、岩崎市立養老院にかくまったりと逸話の多い人物で、 1940年に亡くなった際には、ガード下で葬儀が行われた。殺尊自動車道の高架橋の上を越える殺傷線の高高木村の高架橋などの上をまたぐために、設けられる、通常よりも高さが2倍以上ある高架橋。主に新幹線や高速道路で見られる。新幹線以外の日本の鉄道では、以下のような場所に存在している。ありがとうございます。